ただいまより11月定例会議提出議案等に係る記者会見を行います。はじめに市長よりご説明申し上げます。はい、おはようございます。12月定例会議の提出案件の内容等についてご説明を申し上げます。今回提出いたします案件は、予算案件8件、条例案件7件、観光案件3件の計18件であります。そのうち令和4年度12月補正予算の概要についてご説明を申し上げます。令和4年度の一般会計12月補正予算は、新型コロナウイルス感染症及び物価高騰対策によるコミュニティセンター運営費、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費、新型コロナウイルスワクチン接種事業費、清掃管理費、学校給食食材購入費をはじめ、庁舎管理費、子どものための教育保育給付事業費、学校維持管理費、学校施設耐震化事業費、職員人件費等の調整が主なるものであり、国庫支出金、県支出金、繰入れ金、地裁等を財源として措置しようとするものであります。この結果、今回の一般会計補正予算額は8億7021万7千円となり、この補正額と前回までの予算額586億7999万7千円との累計で595億5021万4千円となり、率にして約 1.5% の伸びとなった次第であります。次に特別会計の補正予算につきましては、水道事業会計のほか6会計につきまして補正措置を講じようとするものであります。以上が12月補正予算の概要でありますが、補正予算及び条例案件等の内容につきましては担当者をもって説明いたさせますので、よろしくお願いいたします。新型コロナウイルス感染症の状況と、オミクロンワクチンの接種事業についてご説明を申し上げます。県内では新規陽性者が16日連続で前週の同じ曜日を上回っているなど、陽性者が急増しております。本県は第8波に入ったものと考えられます。会津保健所管内においても、人口10万人あたりの1週間の新規陽性者数が県全体よりも高い数値となっており、感染の急拡大が続いているというふうに考えております。この感染拡大によりまして、医療提供体制への負荷も高まっておりまして、11月16日時点の会津南会津地域の病床使用率は 43.6% まで増加しております。現在のまま感染拡大が継続しますと、通常医療にも影響が生じ、救える命が救えなくなる可能性が出てきます。また重症化リスクのある高齢者や医療従事者等の感染につながる恐れもあります。市民の皆様には改めて感染対策を再確認いただき、感染拡大の防止にご協力いただきますようお願いいたします。まず3点ございまして、まず1点目として、基本的な感染対策の徹底の継続をお願いします。室内においては暖房を併用しながら、2方向の窓やドアを開けたり、換気扇の使用など十分な換気を行っていただきます。また正しいマスクの着用や、こまめな手指消毒なども引き続きお願いいたします。2点目として、医療の逼迫、重症化リスクのある方への感染を防ぎましょう。医療の逼迫を招かないよう、一人一人が感染対策を徹底し、感染の連鎖を断ち切ることが重要になってきております。基本的感染対策の徹底で、うつる、うつすリスクの低下にご協力をお願いいたします。3点目として、職場等における感染対策の徹底のお願いです。職場内の感染対策を再点検いただくとともに、在宅勤務や時差出勤など人との接触機会を低減する取り組みにご協力いただきたいと思います。また職場内の感染等が発生した場合に備え、事業継続計画の策定や再確認をお願いしたいと思います。
感染症対策ポータルサイトを設けております。市においては市のホームページにおいて新型コロナウイルス感染症に関する総合案内ページ新型コロナウイルス感染症ポータルサイトを新たに開設いたしました。感染症に関する情報などを9つのカテゴリーに分類し必要な情報が検索しやすくなりましたのでぜひご活用いただきたいと思います。なおページ内容については別紙資料お手元にあるものをご参照いただきたいと思います。で大きな2つ目です。オミクロン株対応ワクチン接種についてであります。このオミクロン株対応ワクチンは接種することで重症化予防や発症予防感染予防などの効果が期待されております。現在感染者が急増しており今年の冬はインフルエンザとの同時流行も懸念されております。市では希望する方が接種できるようかかりつけ医を中心とした個別接種と土日を中心とした集団接種を今実施しています。また希望する方が年内に接種を完了できるよう予約枠を増やしたり集団接種会場を追加する等の体制強化も行っております。お手元に配布した資料には個別接種会場一覧と集団接種会場一覧が記載されております。集団接種は個別接種に比べ予約の空きが比較的多い状況にあります。直近の予定としては今週末11月26日土曜日と27日の2日間、川東農村環境改善センター、来週末は12月3日土曜日と4日の2日間、北会津農村環境改善センターにおいて集団接種を実施します。週末土日での接種を希望される方は集団接種での接種のご検討をぜひお願いをしたいと思います。私からは以上です。